キャットパワーことシャーン・マーシャルはアメリカ合衆国の女性シンガーソングライターである。アメリカ合衆国ジョージア州アトランタで育つ。1992年頃よりニューヨークへやってきてギターを学びながらストリートミュージシャンとして約2年を過ごす。次第に小さなライブハウスで弾き語り演奏をしだした彼女のもとへ1994年前半、当時人気を集め始めていた。 女性シンガーソングライターである、リズフェアのコンサートのオープニングアクトの話が来る。ここで後に、彼女のサポートメンバーとなるティム・ホル・ヤンや、ソニック・ユースのメンバーでもあるスティーブ・シェリーと出会う。ティム・ホル・ヤンと知り合いになった彼女は1994年後半に行われた、レインポーツの再結成ライブで、スティーブ・シェリーとも親交を深めトリオとして、活動を始める。 そして1995年、ラントレコードより、デビューアルバム、ディアサーを発表。1996年、スティーブ・シェリーの自主レーベル、スメルズ・ライクレコードより、マイ・ラリーをリリースする。この2作にまたドールレコードが関心を示し、レコード契約を結ぶ。そして、アルバム、ワット・ウッド・ザ・コミュニティ・シンクを発表する。この作品は、 CMJ チャートを中心に話題を呼び、名門マタドールレコードからの発売ということもあり、世界中へ名前を広める。その後、ティム・フォルヤン、スティーブ・シェリーと離れオーストラリア、メルボルンのスリーピースオルタナティブバンド、ダーティースリーの二人のメンバーと共に1998年、アルバム、ムーンピックスを制作する。この作品は、バンモリソンのアストラル・ウィークス、 ジョニー・ミッチェルのブルートなラブパーフェクトな作品と評価される。そしてカバーアルバムを挟み、エンジニアにアダム・キャスパー、サポートとしてエディ・ベダー、デイブ・グロールを迎えてアルバム You Are Free を制作。これが彼女の出世作となり、日本でも人気を集めるようになる。それから3年、再びメンフィスでアルバムザ・グレイテストを録音。バックに サザンソウルを代表するハイレコーズを支えていた t ニ e ホッチスやリロイ・ホッチスら名手と言われるセッションミュージシャンを集めて作られた。ちなみにキャットパワーという名前とは裏腹に実は愛犬家で猫嫌いである。2008年オルタナティブを通過したどこか新しいフォークを主体とする。全体的に音数は少なく乾いたアコースティックギターやピアノの弾き語り部も多い。 ストラクチャーもペースも明確ではなく自由で淡々と独自の世界を築いていく。ハスキーなようなスイートなような美声、そしてルックスの良さも人気の一員であるとされる。2006年1月のザグレーテストはベストアルバムと誤解させるようなタイトルだが、劣気としたオリジナル作品。ありがとうございます。